杉田村を2月14日から1986年7月17日は、日本のクラシックギターマンドリン音楽家、指揮者、東京府南多摩郡多摩村当時方の村威、杉田竹雄の長男として生まれる。行政中学校時代、クラスメイトの斎藤秀夫と共に、昼間県八に、知事二人で、行政マンドリンクラブから沈み社音楽部へと、音楽活動を進める。 杉田は中央大学に進学し、中央大学音楽研究会マンドリンクラブに所属。一方斎藤は上智大学に進学し、オルケストル・エトワールを結成、1923年1月に武井主政主催、シンフォーニア・マンドリニ・オルケストラ発足主催の第一回全国マンドリン合奏団共演会に出場指導団を指揮し入賞するが、音楽に専念するために、 上智大学を中退し、この絵ひ丸に随伴して、ドイツに留学する。杉田は1939年、竹井の主催するマンドリンオーケストラ、オルケストラシンフォニカ竹井11月に、シンフォニアマンドリニオルケストラから、会消に入団。戦時中、竹井の玉村当時法への疎開に尽力し、音楽関係学府、資料も、戦果を免れる。 1949年12月14日、竹井死去。その後、一旦解散となった OST を再考し、理事長及び指揮者を務める。また、竹井作品の楽譜出版に尽力した。1966年から高橋光を、小村正人と共に日本マンドリン連盟成立に協力。1968年同連盟発足と共に、副理事長に就任。 杉田はオペラ好きでもあり、1969年杉田は畑中良介、栗山正義、若杉博三谷麗二と共に室内歌劇を通じ、今日における劇場音楽芸術の可能性を追求し、もって我が国のオペラ振興に寄与することを目的として、東京室内歌劇場を設立した。 畑中によると、東京市立歌劇場という名称を主張した畑中の案を却下し、東京室内歌劇場という名称を提示したのは杉田だったという。当時の杉田は日比谷にあった旧第一生命ホールの支配人。杉田はジャーナリズムに顔が広く、読売新聞社の文化部長を説得して、共済を取り付けてきた。その際に、東京室内歌劇場という名称の方が、 当たり障りがなく、一般的に受け入れられやすいということだったという。講演会場は当然ながら第一、生命ホールであった。第一生命ホールでの講演と、読売新聞社の共催は1979年まで続いた。1986年7月17日死去。83歳坊津。死去時、日音楽協会理事長、日本マンドリン連盟副会長。 昭和音楽大学漢字。1987年4月のオルケストラシンフォニッ竹井大87回定期演奏会は、小杉田村押し追をと題して開催された。この演奏会には、奥田良蔵が進んで出演を希望され1980年定期演奏会で、杉田式の下で歌われた3曲をそのまま採唱した。奥田と、 杉田は共に1903年生まれの同年であり、日音楽協会では、会長、理事長、昭和音楽大学で、学長、幹事の間柄で常々親しく交際していたという。なお、オルケストラシンフォニカ竹井は、上記追悼演奏会翌月の同年5月に、オルケストラシンフォニカ東京と改称されている。公演会場は2020年現在、 はるへの移転後も第一生命ホールが選択されている。ABCD 第53回定期演奏会パンフレット。オルケストラシンフォニカ東京。2020年3月27日閲覧。設立総会写真集その2。白門会魂支部。2020年3月27日閲覧。1923。 SMD 2020年3月27日閲覧。Wikipedia 藤秀夫の項目では、斉藤のドイツ留学が1922年となっているが、Wikipedia マンドリンオーケストラの項目では、音楽教育者斉藤秀夫のキャリアは、オーケストラシンフォニカタ県主催の合奏コンクールで、オーケストルエトワールを指揮して入賞したことから、始まっているとある。 1> 第1回コンクールは1923年1月開催であり、期日が一致していない。日本マンドリン連盟成立までの経過と、九州支部発足の話。日本マンドリン連盟九州支部。2020年3月27日閲覧。団体概要。一般社団法人東京室内科劇場。2020年3月27日閲覧。畑中良介。 オギクボラプソディー。音楽の友者。P80 から81。ISBN9 兆7842億7620万1965。イコールファインドパフォーマンスインフォメーション。東京室内科劇場。昭和音楽大学オペラ情報センター。2020年3月27日閲覧。第87回定期演奏会パンフレット。オルケストラシンフォニカク竹。 2020年3月27日閲覧。ありがとうございます。